聖・バルボラ教会は、チェコのクトナーホラに位置するカテドラル様式のカトリック教会。聖・バルボラ大聖堂とも、中央ヨーロッパでも著名なゴシック建築教会の一つでユネスコの世界遺産に、クトナーホラの聖・バルボラ教会のある歴史地区とセドレーツの聖母マリア大聖堂として登録されている。聖・バルボラは、 鉱山で働く人たちの守護聖人で、もっぱら銀山を基盤とする町にとって、非常にふさわしいものであった。教会の建設は1388年に始まったが、この工事はしばしば中断されたために、多大な時間を要し、1905年まで完成しなかった。最初の建築家にはおそらくペトルパルレーの息子である、ヨハンパルレーが任命された。建設は、 ス戦争のために60年以上中断され、1481年にマチェイレイセク、ベネディクトリート、ミクラーシュパルレイを責任者として再開された。元々の設計では、今日ある教会より2倍は大きいものであったが、教会の建設は町の銀山に依存していたので、生産量の低下のために縮小された。このため1588年に3つのを持つ、 屋根と暫定的な壁が建設された。しばらくの後、イエズス会に占有されるようになると建築物は徐々にバロック様式へと変更されたが、いくつかの箇所はゴシック様式のまま残されている。工お及び修復の最終作業は建築家 J モケルよび L ラブレルのもと19世紀末に行われた。ありがとうございます。